事の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。よう、みんなここで何してるんだ。うわ、私何も知らないし何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。え、なんだお前たちだったのか。ふう、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。家臣探査に参加するためスメールに戻ってきたのですか。お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて教練員が犯した過ちに対するささやかな償いって意味もあるんだろうね。ひひ、オイラたちタイミングバッチリだな。楽しいものをたくさん見て、美味しいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ。秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。いい？誰にも言わないでね。実はクラクサナリデビ様のためにサプライズを用意しようと考えてるんだ。わー、バースデーサプライズってやつか。ええ、リシアの提案なんですよ。ん？ああ、ドニアザードと話してたらふと思いついたんだ。家臣探査って毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら話がサクサク進んでな。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せ知恵の神が相手だからね。ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。そうだな。っていつまでこんな風に話さなきゃいけないんだ。コホン、とにかくここ数日手が空いてる友人たちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで具体的には何をするんだ。クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は誕生日パーティーに誘うつもりだ。だからハフトシーンとかも外せない。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。あ、そうそう、ここまで話を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。ご迷惑でなければ。水臭いこと言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。お、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。ではお言葉に甘えさせていただきます。よし、決まりだな。
飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場はティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。しあ、そうだった。興奮してつい。し、塩の香りを全部かき消す勢いだぞ。ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。アール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。握りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。いえ、何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。いらっしゃい。何にする？家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ。よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で2万9000モラだが、2万6000モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？へっ。それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。では、そもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスって、オイラたちより値引きがうまいんじゃないか？それから他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。ああ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。うわっと大丈夫ですか？あ、平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか？いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしてもお客さんよくわかったね。もう少し早く来てくれてたら未然に防げたかもね。今日中にコンロを修理しとくから、過信炭災当日の注文には影響しないはずだ。
心配しないでくれ。無理せず安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。で、次はどこに行くんだ。コンロがないとこだといいんだけど。さっきはほんとヒヤッとしたぞ。次はキャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。うん、久しぶりにオルモスコアに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。確かフルーツ店はあそこだったよな。キャディス、大丈夫か？危ない！お怪我はありませんか？うん、ありがとう。何かあったのか？あそこの箱が急に倒れてきたんだけど、キャンディスがこの子を助けてやったんだ。君、お父さんとお母さんは？パパとママは港の酒場に。私、退屈だったから。もう大丈夫ですよ。遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。うん。ここに箱を置いたのは誰だ？俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？すまない。最近荷物が増えてきて、倉庫に置き場がなかったから。ああ、すぐどかすよ。次からは気をつけるから。はあ、助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから。お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は目がいくつあっても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスはしかと胸に刻んでおこう。買い物中だったんだろ。これ以上邪魔はしないでおくよ。じゃ、祭りを楽しんでくれ。キャンディス、さっきはすごかったぞ。箱が倒れる前に走り出してたよな。実は、そういった未来が見えたんです。え？未来を予知できるってことか？ええ、先ほどのコンロの事故もその場面が見えました。この琥珀色の左目を特別に思ったことはありません。これまで変わった光景を見たことだってありませんでした。しかし今朝からしきりに何らかの場面が見えるようになったのです。そして数秒後には現実に。他の人は知ってるのか？いえ、この現象が予知かどうかまだ確信はありませんし、みんなに余計な心配をかけたくはありませんから。特には何も。いつも通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら、道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいでしょうか。おお、確かに綺麗だな。あなたも気づきましたか？宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。実はそれが気になって買うことにしたんです。予知が宝石と関係してるってことか？その可能性はあると思います。もしよかったら宝石を手に持って試してみてくれませんか？
そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それともアフマル様の民であることと関係しているのでしょうか。他のやつに聞いてみるのはどうだ。家臣探査の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことでお手を煩わせるのは。それにちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。これもガーディアンたる私の責務でしょう。ありがとうございます。あなたがいてくれたら私も安心です。まるで夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず買い出しを済ませてから石の情報を集めましょう。石の出所については商人に聞けば教えてくれるはずです。商人といえばあの情報通の大商人がいるよな。モラをがっつり持ってかれるだろうけど。もしかしてドリーという名の方でしょうか。アール村でもその噂は耳にしていました。そうそう、ただモラに目がないやつだから値切り交渉は無理しない方がいいぜ。さあさあさあ、こちらがお求めの品ですわ。どれも上質なものを揃いましたからご心配なく。あと新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。え、いらない。構いませんとも。またお越しくださいまし。ダリー、あらあら、どちら様かと思えば私の大事な、あ、だーなお客さんじゃありませんの。そちらはアール村のガーディアンキャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。さてさて、ご用件は何でしょう。私、砂漠では怪しい取引なんて、怪しい取引なんてしてませんけど。いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって尋ねたのです。あら、情報を求めて。ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし倍の値段で。ああ、いや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 、免税対象でもありますから。実は今朝変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。もちろん万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか。あらま、あらま、あらま、あらま。潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に差し入れ代、それからそれから
20万もら。うん、20万もらでいかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか。構いませんわ、うん、人情味のあるアール村の方には、ま、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万モラでどうでしょうか。しましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あまり無理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 ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万もらでどうでしょう。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のアール村にはビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、はあ、カーディアンの後ろ盾までもらえるな。確かに悪くない取引です。確かに。キャンディスさん、ひょっとしてハール村のために攻撃を行おうと。あー、恐ろしい女です。はい、わかりました。今回はただ働けのつもりでお引き受けします。さあ3万もらで受けたまわりましたわ。本当ですか。さすがスメール切手の大商人、その器量と見識は噂通りですね。もちろんですと。アール村のガーディアンとの友好関係を築くために損を覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、サップ、あ、サップ、サップ、うん、そのままでもう決まりですな。宝石職人へのおもてなしは500モラの屋台料理で済ませるしかありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまし。このタイプのいろいろ手間がかかりますの。本当にありがとうございます、ドリーさん。旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほど買ったものは私が預かりますので。そうか、オイラたち特に何もしてないのになんか悪いな。そんなことはありません。私の方こそ付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。相変わらず気さくなお方ですね。あなたたちに神様のご加護があらんことを。ドリーさんも全てが順調にいきますように。ではまた明日お伺いします。また明日。